それで相手は先生びっくりした。でもどうして。先生がヴァンパイアのこといろいろ聞くからいたずらしたの。はあ、へえ、いいなあ。あ、おはよう。ごめんね西村君。アコネさっきまでは機嫌良かったんだけど。いやえ、来てたんだ、さやちゃん。いらっしゃい。店長、お帰りっす。あとは僕がやりますから、上がってください。おお、やったー。お疲れ様っす。それじゃあ、お風呂いただいちゃっていいっすか。あの人ってバイトじゃ。うん、住み込みでバイトしてくれるから助かるんだ。へえ、住み込み。なんじゃそりゃー。マリー、先に帰ったんじゃなかったのか。何言ってんの。タケルの家に帰るんじゃない。泊まるんだから。え、俺ん家に泊まる。何してんのよ。怖くの魔法でも使っているに違いない。黙れ。草薙はむっつりだから貴様程度の魅力でもコロッと言ってしまうのだ。程度程度って言った。あんた何様よ。着替えてくるから自分でやれば。え、ああ、そう。お帰りなさい。あ、ああ、ただいま。ねえ、ちょっと匠、更衣室の蛍光灯が切れ、な、み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 、見るな。こちらはオッケーでしたよ。なんだこれは。ん、なんだっけそれ。貴様を一瞬でも信じた自分がバカだった。リンさん、これはどういうことでして。一体何の、こいつは。ブリブリハゲ、説明しろ。あの写真は何だ。マイナーな思想の九条先生、どうしたんですか、こんなところで。ちょうどよかった。やはり家族には母親が必要だと思うんです。これって、助けさせてください。いろんな人応援に来てくれたぞ。姫ちゃん食べて、私のも食べて、私のもいっぱい食べるんだぞ。雨とか重たい荷物が届くから、桜井くん少し早めに来てくれる？あ、OK ですよ、アミさん。どうした、ウザキ。先輩、アミさんは下の名前で呼ぶんすね。あ、あ、え、ちょっと、ウザキさん。ああ、銀シャリが進む。どうも気になるわ。これから起こることも部長にもアーシアちゃんにも内緒にしてあげます。スタルったら、スタル。これはどういうことかしら。 あのですね。あ、憧れが明けのお姉様と仲を深め合ったのかしら。やんな、俺は勝手になさい。あらあら、嫉妬だなんて可愛らしいわ。なんですね、リムラ様。うむ、どんな具合だ。はい、カイジン様が作ってくださったおりきはとても使いやすいです。ではリムル様、参りましょう。お昼が冷めてしまいます。私がリムル様のお世話をしてもいいのですよ。いいえ姫、それには及びません。私がきちんとお世話いたします。いい加減にしろ。大鳥、俺たちの任務は何だ。マリを警護することだろう。ちょっと待て草薙、なぜお前はこの女のことを名前で呼んでいる。つまりこういうことよ。名前で呼び合うような仲なのよ。ねえタケル。草薙、いや、生き様というやつは見損なったぞ。魔女の誘惑に負けるとは。